平和観音平和観音は、栃木県宇都宮市大谷町にある昭和20年代に、築造された石仏である。平和観音は、宇都宮市の中心街から約8キロメートル西方に、位置する大谷町にある。太平洋戦争の戦死者を追悼するため、終戦後間もない昭和23年から6年かけて、大谷石採石場跡の業界岩層壁面に、 総手彫りで掘られた造工88尺発寸8分、胴回り20メートルの石像、観音菩薩立像である。春光は昭和29年、海岸は昭和31年5月4日。日田朝次郎が制作した。なお、平和観音は、大谷地のお前たち、観音になる。また、大谷観音の呼び名は、大谷地の大谷魔外仏を指す。像の前は、 広場となっており、平和観音像を目前に移行こうことができる。また、像周辺には、階段、通路が整備され間近で見ることも可能であり、像上から、大谷の街を見晴らすこともできる。周辺には、国の特別史跡の大谷魔外物を有する、大谷寺のほか、大谷の祈願群、乙女山、古志寺は、旧大谷公会堂、大谷石の歴史を展示する。 大谷資料館などがあり、平和観音とともに、市内有数の観光名所の一つとなっている。バス社大谷寺、ありがとうございます。